高校総裁男子決勝、その舞台裏に密着しました。6月8日会場となったエコパは朝からあいにくの雨。11時20分まず東海大商用が到着。グラウンドもこの観客席もサッカー屋にものすごいいいところですよね。スコアは関係なく絶対勝ちます。今までやってきたことを全部出して、はい、やっていきたいと思います。一方清水商業は12時5分エコパ入り。もうここまで来たんで勝つだけです。やっぱ勢いはあるチームだと思うので、その勢いに負けずに、はい、仕掛けていきたいと思います。そして両チームがウォーミングアップを開始。1時間後に迫った決勝戦に向け、選手たちは徐々に気持ちを高める。試合開始15分前、選手たちがロッカールームに集結。みんなにやってほしいことはゴールに向かうこと。それでうまくいかなきゃしょうがない。ゴールの前ゴールを守ること。爆弾から爆弾からじゃない。みんなでやる。結果は後の話だ。勝つだ負けたら後の話。正々堂々とまず35分走っちゃう。そこからスタート。一方、商用のロッカールームでは、もし最初にカウンターとかで1点取られても絶対動揺するな。1点は絶対に出せる。同点にもできるし逆転にもできる。そのぐらいの大きな心でプレーしろ。勝ちに来たし、全国行くために今までやってきた苦しい練習をな、必ず全国の切符を取ろう。ゴール！それぞれの思いを胸にピッチに向かうイレブン。全国の切符をかけた熱き戦いがいよいよ幕を開けた。序盤ペースを掴んだのは商用。10番のエース鈴木が何度もゴール前に詰め寄る。6分鈴木のシュートはクロスバーのわずかに上。対する清翔も底力を見せる。10分ボランチ2番の四田左足のシュートゴール上。試合が動いたのは前半14分。清翔はゴール前のこぼれ球を7番の砂川、待望の先制点を決めた。一方の商用も25分、左サイドを突破した16番広瀬のクロスに9番の鎌田、同点ゴール。試合を振り出しに戻す。このまま前半は1対1。ハーフタイム、清翔のロッカールームでは、我々は守備から入るんで、清翔は。お前そんなの、お前ら延長で戦えるの延長2つ勝ってるし、僕らで守って出るんだ。守って出る。粘りっこすら負けてるんだ、お前らが。のする商用は、よく追いついた、ね、もう追いつけるのは、間違いないと思ってたけども、よく追いついた、本当に。でも追いついて、俺らの方が勢いある、相手の方がいいやん。ボールポジションも時間高いから、ね、最後まで走って来ようと乱さないこと、自信持ってやろう、ね、最後の最後の切らさないで、必ず勝とう。あった！そして後半に突入。まずは6分、商用9番の鎌田がシュート、バーの上。対する清翔は10分、11番の平野、ペースを手繰り寄せると、25分、8番、風間のフリーキック、惜しくもクロスバー。さらにその直後、風間がドリブルからシュート。しかし、ゴールを揺らすことができない。このまま延長かと思われた後半ロスタイム。勝利の女神は商用に微笑んだ。16番広瀬がシュート。そのこぼれ球を10番の鈴木、エースがチームを全国に導く大きな仕事をやってのけた。そして試合終了のホイッスル。決
戦を制した東海大商業、99年の学校統合以来初の県制覇を成し遂げた。決めた瞬間もう嬉しくて、これだったらこれで全国行けるっても思いました。まあ、商業始まってまだ優勝してなかったし、ここで僕たちの代で伝統を変えたっていうのはやっぱ歴史を作ったっていうのがやっぱ一番大きいし、本当にもうみんなのおかげでここまで来れたので本当に嬉しいです。苦しみながらも我慢して、まあ、カウンターから2点取れたことが、まあ、自分ちの持ち味出して勝てたことが一番良かったです。そして試合後、喜びに沸く商業のロッカールームでは、まず心からありがとう。目標をね、夢を達成してまた夢変えなきゃいけなくなっちゃう。県制覇の夢、次どうする？全国制覇しかない。こんなにすごいことはない。夢であった県制覇を達成して高い夢に変えられる、まあ、次全国に向けて頑張るぞ。いいですか？よし。いやー、翔陽、テンポのいいパスワークからの攻撃、これは見事でしたね。静学など強豪を次々と破っての優勝、本当におめでとうございます。